さあ、今週末からあれだね、ゴールデンウィーク途中だね。まあ、今年はそんなに診療に変わることがないので、そのまま暦通りです。で、今週は1時に NHK のラジオの打ち合わせ、五十嵐さんがいらっしゃると、明日、東京海上日動の人がなんか面談に来るって言って、でその夜が6月の予防のクリニックの打ち合わせで、25日がこの SH の DVD をなんか撮ろうとかっつって、それの打ち合わせがお昼ね。でその夜が相部体操のショート講座です。で27日が16時から池田先生との動画の撮影です。結構大変。で、21日に、日曜日に、品川から東京駅まで歩いたんですよ。品川からと、大体7キロぐらいあるのかな。予防が芝浦にできるから、まあちょうどどんなもんかと思って歩いてみたのね。1時間半ぐらい、だらだら行ったから2時間弱ぐらいかかったんだけど、ほとんど埋め立て地だから平坦なのね。もうアップダウンなんか全くないし、で例えばこう品川駅から出て、まあ裏港南口の方から海側の方から出てずっと行ったんだけど、東京タワーの方の増上寺って大門っていう駅があるけど、まあ、大門っていう駅はこの増上寺っていうお寺さんの、まあ、徳川歴代の将軍が眠ってる増上寺っていうお寺さんのこう大きな門があったので、その大門っていうのところに行くんだけど、あれから向こうはちょっと高台になってるのね。山手線の23区が入ってて、ちょっと山手になってて、まあ、あの辺りはなんだっけ、多摩川っていう川が土砂を流してきて、それがこう積み重なった台地になってるの。だからこう急峻になってて、例えば増上寺っていうところの近くの愛宕神社っていうのがあって、知ってるか、出世の階段っつってさ、なんとかかんとかっていう人がこう山で馬でパコパコパコ登って、で出世したっていう出世の階段があって、もう急な山になってるんだよね。でその辺りから向こうしか、当時とは江戸時代とかは海がなくって、まあ、そこからこう今度は東京駅の方に歩いていって、途中日比谷っていうところを通るんだよね。で日比谷公園とかって、もう皇居のすぐ隣だけど、日比谷公園って聞いたことあると思うんだけど、日比谷って谷って書くじゃない。まあ、渋谷とかもそうだけど、谷って書くじゃない。あそこまさに入江で、日比谷入江っていう、ずっと入江が広がってて、で、江戸時代に埋められたんだよね。そこずっと慣らしてあるから、もう本当に平坦な感じで、もうアップダウンもなくって。で、雨がちょっと降りそうな感じだったんだけど、雨も降らずに、日も差さずに、すごく快適だったんだけど、まあ、とにかくアスファルト。から、まあ、別に僕はしっかり靴履いてるからだけど、まあ、そのアスファルトの上を、普通の靴で歩くって言ったら大変だと思うわ。という話を、昨日、えっちゃんとしてた。で、えっちゃんの旦那がさ、今、こうなんだっけ、パリのさ、パラリンピックのあれに代表に決まるか決まらんかっていうところで今やってるから、この前もなんか出たみたいだけど、大会ね、選考の。で今ほら厚底のシューズじゃない、マラソンは。であんなところを走ろうと思ったら、そこじゃないと無理だと思うけど、どうしてもかかと着地になるよね。で、普通の人もかかと着地で薄いソールとかで言ったら、そりゃ足を悪くすると思った。だから本当はやっぱり小股とかでやって、こうしっかりと足で煽るような着地をしないといけないのに、ドン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 というかかとを
の着地をするんだったら、それはやっぱり健康って言いながら、健康を作るために歩くって言いながら、これは悪くするなというふうにね、非常にこう強く思いました。だからもちろん歩幅を広くしていろんな筋肉を使うっていうのも大事だけど、やっぱりちょっと小股にして足指をしっかり使うと、まあ、コンクリートだから厚底じゃないとダメだとかっていう人もいるんだけど、じゃあ昔ね裸足で走ってたアベベっていう人がいるけど、アベベなんか裸足でフルマラソン走ったわけだから、コンクリートの上を。じゃあ普通厚底じゃないとダメだという理論はそれからするとやっぱり成り立たないと思うんだよね。そう考えていくと、まあ、僕らのかかとっていうのは他の動物と比べてもかなり脂肪があって、ゾウさんみたいな感じで脂肪があって、でクッション性はあるけれども、まあ、当然それは草原とかを踏みしめるものであって、硬いコンクリートを踏みしめるものではないから、やっぱりそういう中での靴だとかの使い方とかということの、まあ、最近の言葉で言うとリテラシーっていうのはすごく大切だなということをね、改めて感じました。まあ、7キロぐらいで、歩数にすると1万5000歩ぐらいだったと思うけど、まあ、非常にこう楽しく歩けたので、まあ皆さんもゴールデンウィークいろんなところぜひ歩いてみてください。以上です。